はい、皆さんこんにちは。はい、今日は僕の志望校から、その、不合格通知みたいなのが届いて、この不合格通知、この通知書みたいな、この残念ながら不合格になりましたみたいな感じの、この通知書、これムカついたんで、今時、そのネットで借り出されるその不合格か合格みたいなのを、家にこの送ってくること自体僕への侮辱かなと思いまして、これを今から燃やしていきたいなと思います。僕がその志望校に入りたいっていう、その因縁を完全に燃やしたいなと思います。ここは友達の庭なんですけど、僕のこの不合格通知書を燃やすためにちょっと協力してくれるみたいで、だからこちらを燃やしたいなと思います。僕はこの大学とさらばするために全てを取り払いますが、さらば。うぃ、来た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 。ふぅー、やばい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 、うおー、行く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 、もうこれでね、僕に対するこれで屈辱は何もなくなった。もう僕はこれで決意をした。これで僕はエフラン大学に進学することに。僕はこの大学に何の未練も残っていない。さらば。